5年3組にやってきたのは赤尾慎之助です。手も足もない先生でした。僕は赤尾先生の補助をすることになりました白石優作です。個性豊かな子どもたちとの泣いたり笑ったりの1年が始まる。運動会の全部のレースで1位取れたら坊主になります。前代未聞です。教師としての自覚をしっかり持っていただかないと。中西彩乃さん今日も休みか。 SOS を発信しているのかもしれませんね。みんなにもできることとできないことがあるよね。それは当たり前のことなんだ。必要以上に自分にがっかりすることなんてない。彩乃きっと大丈夫だからな。大丈夫大丈夫。俺たちには簡単には諦めない努力しろって言うじゃないですか。赤尾先生と一緒に遠足に行かせてください。しんのすけが本気で子供たちにぶつかっていった。あいつらがそれに応えた。みんな違ってみんないい。それは世界に一つだけの特別な授業。先生ありがとう。大丈夫大丈夫大丈夫。3組。